ならば私は市民に夢を与えし、ライデン、エイ、誇り高く臨然たる鬼の少女がそのエールの手段の爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことは永遠になる。隠れる術はありません。逃げ道はありません。さあ、稲光、すなわち永遠なり。よっ、この目で属性を見届けましょう。ふっ、裁きの雷。ふっ、そこ。ふっ、ふっ、ふっ、遅い。無我の境地、空に舞う狐の桜花はやがて漆黒の雨へと変わりました。血脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。逃げ道はありません。ここより弱滅無力なり滑稽です。無力なり滑稽です。よっ、無力なり。下がりなさい。見切りました。裁きはすでに下りました。この世はまるで影のよう。無我の境地、稲妻を包む神の栄光は雲の中で静かに消えるでしょう。この先、あのような人は永遠二度と現れないでしょう。ここより弱滅の時、終わりです。やっ、見切りました。滑稽です。てっ、はっ、しっ、万雷をもって葬り去りましょう。逃げ道はありません。隠れる術はありません。遅い稲光、すなわち永遠なり。はっ、てっ、はっ、終わりです。遅い。この目で属性を見届けます。はっ、てっ、とっ、見切りました。はっ、裁きの雷。ここよりじゃ永遠はなかったのですね。やっと。その武芸を、しかしその、そんな、ここは意識く、彼女は、よもや、これを乗り越えなき、これは私の責任です。たとえこの戦いが、何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私は、500年前、そして今、そろそろ私も、彼らを信じ、はい、稲妻の葉、私は稲妻、私のいない、でも、私の言葉を伝えてください。オイラたち、ああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でもそうだろう。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたらもう出てこ。エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接、何が何でも手伝うって言ってもまず中に入らないと。